どうも、焼け川です。よろしくお願いします。動画の冒頭ではありますが、そしてこの動画2本目の動画ではありますが、皆様、はじめまして、焼け川と申します。なんでそんなことを今言うのかと言いますとですね、前回の動画、初投稿の動画なんですけれども、もともと初投稿にするつもりがない動画を、もう撮影段階でそのつもりがなかった動画をですね、繰り上げて初回にしたものでですね、動画の冒頭全く初投稿ですとか初めましてとかそんな挨拶もないままぬるっとなんかシャープ4みたいな始まり方を、してしまっていたので、こちらの動画で改めて初めましてのご挨拶させていただきました。僕まだ日は浅いんですけれども、カードの収集開封っていうのを楽しく今、やっていまして、そちらを少しでも皆様にお届けできればと思って、共有できることがあればと思って動画を投稿しております。はい、今後もしかしたら何か違うこともね、動画内でやるかもしれませんが、こちらの余計側のお手元チャンネル何卒よろしくお願いします。チャンネル登録高評価は気が向いたらで大丈夫です。していただけたら嬉しいです。さて、それでは気も取り直せたところで、今回開封するベースボールカードはこちらです。スパン 2021BBM ベースボールカード千葉ロッテマリーンズヒストリー、こちら開封していこうと思います。こちらは、BBM 社がね、いろんな球団で出しているヒストリーシリーズっていう製品があるんですけれども、面白いんですよね。結構球団創立から今の現役選手までカードで振り返るとありますけれども、あらゆる時代のあらゆる名選手がたくさん出てくるというものでして、箱の後ろチェックリストになってます。いろんな時代の名選手、レジェンドから、2005年、2010年日本一になった年の選手、さらには現役選手までというように、千葉ロッテの選手がたくさん出てきます。さらにはインサートカード、簡単に言うとキラーカードですね、キラーカードもこちらのように種類がありまして、ちょっと珍しい種類でファントムっていうね、派手なカードもこれ出てきたら嬉しいやつです。はい、そして目玉の一つはスペシャルインサートカード直筆サインカード。このボックス1枚は直筆サインカード確定で出てきますので、そちらも誰が出るか楽しみにしましょう。稀にですけど2枚箱っていうサイン2枚箱っていうのもあるみたいです。それが出たら今宵はパーティーですね。さあ、それでは開けていきます。千葉ロッテということで、僕は生まれも育ちも住まいもずっと千葉県なので、地元球団ということで応援はしておりますけれども、やっぱり周りにね、熱いファンも多いチームですので、パ・リーグでは千葉ロッテファンを名乗っております。基本的にはベイスターズファンなんですけどね、はい、湾岸球団応援人間でございます。以後お見知りおきを。そしてですね、今回こちらを開けるにあたってちょっと用意したカードがあるんですが、はい、こちらです。マリンフィールド千葉マリンスタジアムのスタジアムアナウンサー谷保恵美さんのカード。こういうね、方もカードにしている PBM 社は憎いですね。球場でね、ずっとウエス城アナウンスしておりますけれども、昨年2000試合を担当されたということで、この記念カード PBM 社からフュージョンっていうシリーズからね、出まして、こちらを今回は幸運の女神となっていただくために置かせていただきます。お願いいたします。さあ、前置きはなくなりましたが、早速開けていきましょう。中のパック、今上の部分全部切ってきましたので準備完了。マリーンズヒストリー、マリーンズの歴史振り返っていこうと思います。さあ、今日のファーストカード、この方、はい、古川慎一さん、オリオンズの時代かな。
はい、1年目から16本、すごいですね。翌87年開幕戦で4番、出てきたのはかなり早かった選手なんですね。まあ、オリオンズの時代の方なんでね、ちょっとわからないところもあるんですけど、勉強にもなるのがね、このヒストリーのいいところかなと思っております。そしてね、もう早速ですけど、史上最大の下克上、2010年かな、里崎さんがね、確かインタビューか何かで言っていたことだと思うんですけれども、3位からクライマックス勝ち上がって日本一になって胴上げというね、いや印象深いです。本当にこの時のロッテは強かったし、なんか強いっていう言葉以上に不思議な力を感じた年でした。はい、袴田さん、青柳さん、結構前の時代の選手がこの一パック目は続きますね。最後もレギュラーカード徳津さんですね。オリオンズ時代の選手が多いパックでした。さあこんな感じで2パック目です。今回のプチ目標としては、はい、サインカードに事前に気づくことです。前回スッて開けたらサインカードあったんで、もう少し楽しめればなと思ってます。高澤さん、村上さん、次のカードは、ん？なんだこれ？あれか。あれです。球団記録のカード。はい。有藤さんのチームレコード、球団記録保持者カードですね。これ、早速なんですが、これ紙が金色なので、おそらくシリアルが、ありました。200分の74ということで、こちらですね。はい、いきなりシリアルカードを引いてしまいました。シリアルカード自体この箱多分2個しかない、あとサインしかないと思うので、あっという間に出てしまいましたけれども、有藤さんズバ抜けてですね、やっぱりホームランバッターがそもそも歴代多いチームではないんで、その中で348本ですからね、有藤さんやっぱりすごい名選手だなっていうイメージです。チームレコード金紙パラレル、だからスタンドに置けっつうの。レアカードはスタンドに置きなさい、用意してるんだから。佐藤選手、佐藤さんと、これ初めての現役選手ですね、唐川選手。唐川選手もね、今年の選手名鑑を買って16年目って書いててびっくりしました。もう16年か。そりゃ私も年を取りますな。3パック目いきます。こちらからです。はい、倉持明さん、娘さんが元 AKB っていうイメージが強いですが、倉持明日香さんね、解説もね結構やれてますよね。バレンタイン監督のもと31年ぶりの日本一に、2005年のお話ですね。この時代の選手の直筆サインが狙いです。やっぱり実際に現役で見てたというか、リアルタイムで見てた時期の方のものが当たると嬉しいですよね。諸角さんね、諸角さんも元気印っていうイメージでしたね。大好きな選手。もう一枚チームを振り返るカード、こちらが本拠地を東京球場に移転、一気に古い話になりました。1960年から1968年、そしてと横向き、小野慎吾さん、いいですね。サンデー慎吾ですよね、好きな選手でした。やっぱり足を運んでいる球場、マリンフィールド、マリンスタジアム時代からダントツに多いので、最近は神宮球場もよく行ってますけど、マリンフィールドね、実際やっぱり行くとね、応援すごいですよ。今年また声出しもねできるようになるかなと思いますので、また応援の熱量が感じ取れるのを楽しみにしております。南淵さん、大谷智久さん、懐かしい。はい、チームレコード西岡さん、いいですね。これが普通のキラーカード、銀紙バージョンですね。西岡さん293っていうのは、チームでの
通算打率2割9分3厘。まあいろいろありましたけど、やっぱりスター性のある選手でした、西岡さんは。はい、西岡さんのインサート、今江選手、今江さんもかっこよかったですよね。最後レギュラーカードは前田幸永さん、巨人の印象ですけどロッテの選手でもありました。はい、うん、楽しい、ヒストリーは楽しいです、やっぱり。はい、足岡さん、これが5パック目かな、角中選手、最近ちょっとね目立たないですけど活躍してほしい選手ではありますね。はい、あー、サブロー、サブローさんのカードは本当に嬉しい。あの栄光の架け橋が流れてね、それこそ谷保さんのサブローと、このサブローさんの打席での姿忘れられないですね、本当に。佐藤幸彦さん、最後は、あ、いいパックだ、ここ黒木さん、ジョニー黒木さん、ロッテのエースって言ったら黒木さんっていうイメージの方も多いと思います。今年から投手コーチですからね、楽しみですね。解説も好きでしたけど、コーチでも頑張ってもらいたいです。今のサブローさん、黒木さんのパックは熱いな。6パック目、いきなり現役選手からです。藤岡雄大選手、ショートがね、ロッテはなかなか固定できてないですからね、平沢選手が出てくるのか、茶谷選手、あとルーキーも結構取ってるはずなんで、誰がショート争い勝ち取るでしょうか。あ、小林博之さん、若いな、この時の写真、もうスタイリッシュなかっこいいピッチャー印象です。水上さん、髪型が時代を感じる。ヒストリーカード、毎日球団が発足、これが多分この球団振り返るカードの一番古いものだと思います。まあ明らかにそうでしょう。最後が、はい、キタルさん、珍しい名字。7パック目はこの方からです。初芝さんですね、ミスターマリンズ。初芝さん、未だに結構好きっていう方も多いんじゃないでしょうか。裏にもやっぱり書いてありますね、ミスターマリーンズとも呼ばれる。2年目に18本塁打、通算が232本ですからね。いやー、まあ、キャラクターもあってね、かなり人気の選手だったかなと思います。そしてチラチラ見えてますが、サブローさん2枚目。次がインスタートでは全くなかったレギュラーカード、愛子さん。愛子さんも結構ね、人気選手だった印象強いですね。やっぱりそうですね、甲子園優勝投手、やっぱりその鳴り物入りでっていう感じだったんですよね。人気選手でした。佐藤さんも2枚目。最後は、最後もレギュラーか。山崎宏之さん。通算2081安打。好打者ですね。8パック。ここが折り返しになります。はい、川本さん、なんとなく覚えている気がする。深澤さん、サイドスローかな、サブマリンか。さあ次が球団記録、あ、村田兆治さんですね、215勝。まああの先日ね、残念ながらお亡くなりにはなりましたけど、もうロッテのレジェンドといったらやっぱりこの方ですよね。近年でもあの始球式とか、この年でこんな球投げるのっていうね、ピッチングをしてましたから、生涯野球人っていうイメージでしたね。次が、あ、はいはい、福浦さん、こちらもミスターマリーンズの一人、俺たちの福浦も出てきたらね、球場盛り上がる選手でしたからね、本当にね。
あ、最後は西岡さんのレギュラーカード、スピードスター強し西岡、登録名強しの時もありましたね。そういえば9パック目、サインはまだ出ていません。ちゃんと後半に持っていけてるようで何よりです。吉田篤さん、これは苦闘の川崎球場時代、昔プロ野球チンプレー好プレーとかでね、川崎球場で人がいなさすぎてイチャついてるカップルがめちゃくちゃカメラで抜かれたりとか、バーベキューしてる人たちがいたりとか、まあ、今となってはスタンドで普通にバーベキューする席とか部屋とかありますけど、時代は巡るものですね。チームレコード、これは堀浩一さんですね。堀さんの2064試合球団記録。はい、こちら。試合数、あ、まあ、球団記録としては3番目ですね。いや、堀さんも結構好きな方多いんじゃないですか。人気選手だったってイメージあります。なんか渋さもね、いぶしぎな感じもあって、好きな選手でした。僕も好きな選手でした。平井さん。インサートとレギュラーが一緒に出る、これカード開封あるあるでございます。はい、堀さんパックでしたね。10パック目の最初、広田さん、あ、これまた懐かしい、根本俊一さん、結構現役ね、ロッテ一筋長かったイメージですね。こういう選手は僕もあの好みの選手でした。花咲徳栄なんだ、へえ。そして安田選手、去年もまあ良かったですけど、まだまだ楽しみな選手であります。あ、で現役続きますね。石川歩夢選手、佐々木朗希選手はいますけれども、安定感のあるエースとしてはやっぱり石川選手が今は名前が浮かびますよね。最後、あ、里崎さん、里崎さん、いや、やっぱり2005年とか2010年のロッテを支えてたのは里崎さん、フィールドで支えたのは里崎さんっていう印象ですね。里崎さんってずっと言ってないから滑舌が悪すぎんだよな。終盤です。11パック目です。ここまで1枚もないってことは、さすがにサイン2枚箱っていう可能性がちょっと薄れてきてる感じもしますが、11パック目、成本さん、成本さんも懐かしいな。荻野隆さん、いやー、ベテランの年にはもう入っていますが、気持ちとプレーはまだまだ若いです。外野手もね、スピードのある選手が多くなってきましたけど、まだまだ負けないでほしいですね。荻野さんもね、怪しい気がする、今のカード怪しい気がする、サインな気がする、サインな気がするので一度に置いておきます。はい、最後に楽しみましょう。青柳さんと、あ、レギュラーカードは初めてですね。村田兆治さん、この経歴の一番最後、殿堂入り、かっこいいな本当に。投球回3331回3分の1、2363奪三振、こういう時代の選手とはいえ残してる数字はやっぱりえぐい。12パック目、村上さん、有藤道代さん、あ、小林正秀さんも懐かしいですね。クローザー、誰の手これこの手誰これ。上川さん、最後が現役増田直也選手、新旧クローザーパックでした。はい、こちら深澤さん、うん、うん、今ちらっとすごい光り方をしてましたぞ。の前にまず久保さん、久保さんベイスターズにもねいらっしゃいましたし、クイックめちゃくちゃ速いっていうね、特徴的な
先発投手の一人でした。この後ろ、まず間違いなくファントムなので、このファントムらしきカードも一回後ろに置いておきましょう。楽しみが2つになりました。橋本佑選手、この方も横浜いましたね。なんとなくね、横浜にいたことがある選手も多かったりします。このボックス、大塚明さん外野手、今コーチされてますね。14パック目。はい、矢蓋さん YFK の Y ですね。あと F の藤田さんが出てくれれば YFK 揃います。あ、西村さんだ。現役の時はこういう感じだったんですね。まあもう監督とかね、首脳陣にいるイメージですけど、俊足高打。はい、あ、今日初めてのインサートのニューエラー、藤原選手。藤原選手もね、もう一皮っていう感じですね、ほんとね。ただ期待感はすごいんですけど、期待感だけではいろんな選手、また新しい選手入ってきますからね、もう一皮受けてもらいたいと思っております。あ、懐かしい内選手。まあ、懐かしいといっても2020年まで現役だったんで、つい最近まで現役で投げてましたけれども、内選手もねパワーピッチャーでしたね。最後は水上さん、本日ラストの15パック目、中村翔吾選手。4年契約でしたかね、今年から。まあ現代のミスターロッテになりつつある選手、頼もしいです。そして岡田さんだ。エリア66、ファインプレー3連発、東京ドームでしたかね。守りのプロ、岡田さん大好きな選手でした。あ、あ、最後のパックに出てきてないなと思ったら佐々木朗希選手出てくれました。まあ言うまでもなく、昨年の千葉ロッテの話題は佐々木朗希選手が持っていったと言ってもいいぐらいでしたかね。 WBC もそうですけど楽しみですね。今年も去年以上のすごいことやってくれるんじゃないでしょうか。期待します。あ、渡辺俊介さん、アンダースローの選手も最近またちょっと増えてきた印象ありますけど、一番綺麗なサブマリン投法はこの人だなっていう印象です。最後が庄司智久さん。はい、それでは楽しみなちょっと2枚のカードを見ていきましょうか。まずはこの久保さんの後ろに明らかにギラギラ光ってるファントムがありそうなので見ていきましょう。ほら、この光り方。さあ行きましょう。ファントム誰が出るかな。ドン。おー、小林正秀さん、小葉正さんのファントム出ました。若いな、結構まだ入団して間もない子なんですかね。おー、ファーストナンバー、若い子見えるかな、25分の1、ファーストナンバーと結構な白掛けまあ白掛けはしょうがないです。カードはね、こういった初期傷みたいなのが結構多いので。いやー、いいんじゃないでしょうか。小葉正さんのファントム25枚限定、綺麗なインサートカード引けました。そしてサインですね。サインカード。ドン。はい、五十嵐さん。マリーンズの時代の選手ですね。レギュラーカード出てなかったですね、五十嵐さんって。はい、五十嵐明人さんの直筆サイン。こちらは90分の17ということで、ただあまりわからないな、正直。97年までの選手。ちょっと調べてみますか。はい、五十嵐さん調べてみたんですけど、すごい方です。ね、ピッチャーも含めてね、全ポジションで出場されてるっていうね、すごい珍しい。
記録を持ってる方、全打順本塁打っていうのも記録してるみたいです。はい、1番から9番までですね。まあ、この後オリックスとか近鉄に移籍されてるんですけど、仰木監督の指示で試合終盤ピッチャーで出てきて全ポジション出場達成、プロ野球史上2人目っていう。パリーグでいうと大谷選手とか、ちょっと特殊な例除いたら、野手で1軍の試合でマウンド立ったっていうのは一番最新だというこの方らしいですね。ちょっと前巨人の松田選手がやってましたけど、パリーグではこの人以来、まあ、大谷選手以外出ていないというですね、すごく変わった記録をたくさん持ってる選手でした。まあ、器用な方だったんですね、きっとね。いや、なかなかそうやって調べると、こう当たってくれたサインカードとかいいカードが当たってくれた方の勉強にもなりますんで、こういうのも野球カードの楽しみの一つだと思います。さあ、それでは、全てパックの開封終わりました。シリアルカードがファントム含めて3枚出てくれましたね。これは嬉しかったですね。はい、ということでね、今年も千葉ロッテマリーンズも応援していきたいなと思います。球場またね、何回も足運んでね、熱い応援感じていきたいと思いますので、野球観戦も今年は楽しみですね。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また今度。